前回回の動画に続いて今回は乾燥帯を見ていきたいと思います。乾燥帯も艦隊と同じく植物が育ちづらい地域ですその理由は雨が少ないから乾燥しているから植物が育ちにくいんやねそして前回の艦隊と同じく乾燥帯もさらにその気候区を2つに分けることができますこの写真のイメージです乾燥帯というとこうこな みんながよくイメージする砂漠のイメージがあるかもしれないけど乾燥帯の中でも少しだけ雨が降ってこうした草原が広がるような地域もあるんです。見ていくことにしましょう。まずこの乾燥帯の気候区やねんけど名前を紹介しておくとこっちらは分かりやすいよねそのまんま砂や石の砂漠が広がるそのままです砂漠気候と言います。 砂漠というとみんなのイメージはこういうきれいな砂の砂漠をイメージするかもしれないけど世界中の砂漠では石とかゴツゴツした岩が広がるけど植物がほとんど育たないような砂漠っていうのもあるんですそれじゃあこっちら説明に書いてある通り砂漠 乾燥帯の中にも少しだけ雨が降って草原が広がるような地域がありますこうした草原のこと乾燥帯の草原のことをステップというんやねなのでこういう気候のことをステップ気候とそのまんま言いますよと乾燥帯の中には砂漠気候とステップ気候がありますそれじゃあこの砂漠気候とステップ気候はどういうふうに分布をしているかというと この砂漠気候の周りにステップ気候が広がっていると考えてもらうといいと思います。なので、ここはサハラ砂漠やね。世界で一番大きなサハラ砂漠です。ちょっとややこしいんやけど、このサハラ砂漠の赤色の部分と、このピンクの部分もあるよね。ここの部分が砂漠気候の地域になってます。なので、ここら辺はモンゴルとかの地域やね。 ここが砂漠気候になってます。オーストラリアの真ん中の辺りも砂漠気候ですそれに対してステップ気候は何色かというとその周りに広がっているこのオレンジとかこの肌色の地域ここがステップ気候になってきますよとなのでステップ気候の中にはこのサハラ砂漠の南の地域もあればモンゴルって草原が広がっているイメージがあるよねああしたところもステップ気候になってくるわけです大丈夫かな なので砂漠気候の主な分布はアフリカの北部サハラ砂漠とか中央アジアやオーストラリアにありますそしてステップ気候はその周辺に広がるようにして分布をしているわけですそれじゃあこの乾燥帯の人々の生活はどうなっているんでしょうかこの砂漠の真ん中で人が暮らしていくのはなかなか難しいというか死ぬよねまあでも実は砂漠気候の中でも人が住めるような地域があるんです 聞い砂漠とかステップの中にもこうした水がたまってその周りに町が作られて人々が生活しているところがあります。これをオアシスと言います。なので植物も育っているし少し町も見れるよね。けど周りは全部砂に囲まれているまさに砂漠の中のオアシスです。 そしてこの下の写真も実は今は人口はそんなに多くないんやけど歴史的に見ていくとこのオアシスを中心に砂漠の地域の町や都市というのは発展してきましたなのでこのオアシスの位置と歴史っていうのは実は強いつながりがあったりするんです。 それじゃあこのオアシスの人々の生活はどうなっているでしょうかっていうともちろんここから水を引いて簡単な農業をすることもできる農業をすることもできるんやけどみんなのイメージしやすいのは遊牧じゃないかなと思います遊牧あのラクダを引っ張っているイメージがあるよね砂漠の人たちってまさにあれです昔の人たちはえっと このオアシスからオアシスの砂漠をラクダを連れて移動していましたそこで商売をしたりとかラクダの肉を食べることももちろんありましたそういうふうにして遊牧の生活をしてきたわけですステップの方になるとこっちの方になるとモンゴルの人たちとかも遊牧民なわけね昔から遊牧生活をしてきた人たちがいますなので砂漠気候やステップ気候には今も遊牧の生活をしている人たちがいるわけです そしてあとは家やねこの町を見てなんかボロボロやんって思ったかもしれませんもちろんここら辺の家は崩れてしまっているも古い町なのでそういうところもあるんやけどこうした古い町には今も日干しレンガで作られた家や建物がたくさん残っています日干しレンガって何かっていうとそのまま太陽太陽の火で干したレンガやねんけどこうした地域で他の世界のほとんどの地域で作られるような 木の家を建てるのは難しいですこれだけしか木がないのにそれを全部切って家なんて建てられへんやんかもったいないよねなので家を作る時はどうしていたかというと土とか砂それにわらとかを敷き詰めてブロックを作りました肩に当てはめてねこうやってブロックを作りましたそしてそれを太陽の日ざしはすごく強いので太陽の光に当てて干してレンガとしたんです これを組み上げてできていった建物がここら辺に見られるものになってきます。なので中東の古い遺跡とか建物とかにはこの日干しレンガを作った家がたくさん建物がたくさんあったりします。こうした暑い地域でも中は涼しく作れるのがこの日干しレンガの特徴です。気が少ないからこうしたものを作って家を建てていました。でもこうしたオアシスを中心に広がる都市もあればステップの方になると まあ見てもらったわかる通り少しは植物が生えてくるのでうまく水を利用して農業をすることもできますえ、小麦を作ったりとか農業生活をしていくこともできるんやねえ、そこでこの地域で特に特徴的なのがえ、この地域といってもこのサハラ砂漠やねこの南の地域ここは オレンジなのでステップが広がっている地域やねんけどこの地域のことを特にサヘルと言いったりしますこのサヘルの地域で特に盛んなのが盛んになっているのが焼き畑農業です焼き畑って聞いたことあるかなすごい感じやね田んぼを焼くわけですこれは何かというとその漢字の通りやねんけど農地農業する土地を開いていくためには山やったり 木が生えていたり、土地が荒れていたり大変なわけねえ。どうするかというと、普通は木を切ったり、植物を刈ったりして土地を耕すわけです。ただえ、この地域はなかなかそんな労働力を確保することも難しいです。なので、何をするかというと畑にしたいところに火をつけてしまって、植物を焼き払うわけね。 焼けた植物というのは灰になります。そのがきの農業ってい,いうと他かの地域世界の他の地域ではこれによって森林がどんどん減ってしまったりということもあるんやけどきちんとやればきちんと回すことができるきちんとやっていくことができる農業の形です。 なのでこの土地で焼き旗をして何年間かここで農業をしました灰を肥料としてねまあけどこの土地は農地としてあまり使えなくなったから次の土地に移動をしてここはまた植物が生えてくるのを待つわけですそしてこっちの土地をまた焼き旗をしてバーッと焼き旗をして次の農地にしますとこれをきちんと時間をかけてちょっと適当に書くけどね 回していくと、焼畑農業ってきちんとこのサイクルが回っていく続けられる農業の形になるんです。このサヘルの地域では昔からそうした焼畑農業が盛んになっています。ただ、この焼畑農業によって砂漠化が進んでいるような地域も世界にはあるわけです。砂漠化っていうのはちょっとこれも書いとこか。まあその名前の通り、この特に砂漠の周りの地域とか。 あとは熱帯で見ていくジャングルとかがいろんな理由で砂漠になってしまうことです砂漠なので岩とか石とかが中心になって植物が育たないような地域になってしまうことを砂漠化と言います。でサヘルでは焼き畑農業が砂漠化の理由ではないんやけどなくて木の伐採がここでは砂漠化の主な理由になっています。 どういうことかというと別に農業をしなくても木は例えば薪にしたりとか木材にしたりっていうので必要になってくるわけやね生活にそれを制限なくどん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 やっていくともちろん木はたくさん切られていって砂漠は増えていきます特にこの地域は水不足になることとか生活も不安定なことが多くて木の伐採っていうのがどんどん進んでしまっているところもあるんですなののでこの地域。 サヘルの地域とかそれ以外にも砂漠化っていうのが世界的に広がっているところがありますよと大丈夫かな乾燥帯を2つ目艦隊に続いて見ていきました。